Peggy 16皆さん、こんにちは。マーベラス代表取締役社長の佐藤です。冒頭に流れたのは、もうすぐ発売となる新作ジュブナイル RPG ループ8のオープニング映像です。こちらは仲間たちと人間関係を構築しながら、ケガイと呼ばれる敵と戦う完全新作のタイトルとなります。独自のエモーショナル AIカレルシステムによってプレイヤーごとに異なる体験が楽しめます。発売は来週6月1日です。そして北米欧州地域では来月ストーリーオブシーズンズアワンダフルライフとルーンファクトリー3スペシャルを発売します。こちらもぜひご期待ください。さて、このマーベラスゲームショーケース2023では、マーベラスの今後のタイトルラインナップなど最新の情報を皆様にお届けしてまいります。本日は現在開発中のコンシューマーゲームの新作情報をお届けします。ご紹介するのはファッションドリーマー、プロジェクトマギア、プロジェクトライフイズ RPG、極上物語シリーズ、ルーンファクトリーシリーズ、そして最後に、これはまだ秘密にしておきましょう。ぜひ最後までお付き合いください。佐藤さん、佐藤さん、今日一緒にこの動画をナビゲートしていく天の声です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみに天の声さんはゲーム好きですか？もうめっちゃ大好きです。今日は気になったことをいろいろ聞いちゃいますね。はい、どんどん聞いてください。この動画では開発陣が作品に込める思いをテーマに、各作品の魅力を掘り下げていきます。ご覧いただければより深くゲームを楽しめるようになるはずです。それでは早速参りましょう。マーベラスゲームショーケース2023スタートです。はい、シンソフィア代表取締役社長の吉田修司です。今日はよろしくお願いします。ファッションドリーマーの魅力を一言で表すとしたらこちらです。共に遊ぶと書いて共有です。共有、面白い言葉ですね。まずは
ファッションドリーマーがどんな雰囲気のゲームになるのか、こちらをご覧ください。このゲームは仮想空間イブで夢のファッションインフルエンサーを目指すプレイヤーの変身願望をどこまでも叶えてくれる新しいゲームです。シンソフィアさんといえば、キャラクターメイクの面白さで多くのファンから支えられてきた、いわばファッションゲームのスペシャリストですよね。ありがとうございます。でもこのファッションドリーマーはこれまでとは違う全く新しいゲーム体験になるので、最初にマーベラスさんに持ち込んだ時にはどんな反応が返ってくるのかとドキドキしていました。そうですか？全然そんな風に見えなかったですよ。でも佐藤さんにとても心よく面白いねと言っていただいて、ここまで時間をかけて新しい面白さを作り上げることができました。本当にありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。もう吉田さんのプレゼンに引き込まれちゃいましたし、何よりコンセプトがとっても魅力的ですごく面白いと感じましたよ。いやー、マーベラスとシンソフィアの熱い絆から生まれたゲームなんですね。吉野さん、ファッションドリーマーの魅力教えてください。このゲームではルカットと呼ばれる相手のアバターにコーディネートを提案し合う遊びが楽しめます。世界中のプレイヤー間でコーデが行き交い、いいねを送り合っていくんです。へえ、いいねってもらえると嬉しいですよね、吉田さん。僕はいいねの嬉しさは人間の本能的なものだと思っています。やっぱりいくつになっても褒められたいですもんね。じゃあいいねをたくさん集めていくゲームなんですね。そうですね。さらにこのいいねには仕掛けがあるんです。このゲームではいいなと思ったアイテムにいいねするだけでどんなレアアイテムでも手に入ります。いいねするだけで？それ簡単すぎないですか？ゲーム内のお金のようなものは使わずにってことですよね。それってゲームバランスは崩れないですか？もちろんそこは問題ありません。アイテムの数は集めきれないほど用意していますし、インフルエンサーになるには自分でオリジナルアイテムを作ることも重要だからです。そのオリジナルアイテムがルカットやいいねされることによって広まっていき、イブの世界に新たなアイテムがどんどん溢れていきます。それって世界一物をもらって物をあげられるってゲームになるんじゃないですか？まさにその通りです。いいねというアクションで人と人が嬉しさでつながって喜びをシェアして無限に遊んでいける、今までにないゲーム体験ができるんです。ね、これはハマっちゃいますね、吉田さん。ハマってやり込んでいただける要素をたくさん用意しています。またライトに遊びたいプレイヤーもいいねするだけで好きな服がもらえるので、長く遊んでいるプレイヤーとすぐに面白さを共有することができます。楽しさを共有して遊ぶ、共有ですね。毎日あの人のファッションを真似しようかなとか、こんな服を提案してみようかなとか考えながら生活するのって超楽しそうですよね。ありがとうございます。それでは吉田さん、最後にご覧になっている皆さんにメッセージをお願いします。ファッションドリーマーは年齢性別問わず皆さんが気軽に楽しめるゲームになっています。嬉しい気持ちでつながり合える新しい世界を楽しみにお待ちください。はい、吉田さんありがとうございました。ではプロジェクトマギアのご紹介です。石田さん、お願いします。はい、皆さんこんにちは。プロジェクトマギアプロダクトマネージャーの石田武弘です。プロジェクトマギアを一言で表すとしたらこちらです。
新境地ですか。はい、今回マーベラスがある方とタッグを組み新境地に挑みます。まずはこちらをご覧ください。かっこいいですね。ねえ石田さん、この絵ってもしかして。そう、皆さんもお気づきですよね。あの大人気漫画フェアリーテールなどで知られ、現在エデンズゼロを週刊少年マガジンで連載中の真島ヒロ先生にキャラクターデザインをお願いしました。これは楽しみですね。なんで真島先生にお願いしようと思ったんですか。はい、今回の作品は様々な立ち位置のキャラクターが登場し、悪役にもスポットライトが当たるストーリーになっています。真島先生の描くキャラクターは悪役もとても魅力的ですよね。そんなプロジェクトマギアに登場するキャラクターたちの魅力を十分に引き出していただけるのは真島先生と考え、お声掛けさせていただきました。確かに真島先生の描くキャラクターたちがどんなものになるのか今から楽しみですよね、石田さん。はい、真島先生の作品はヨーロッパをはじめ世界中で大人気です。真島先生のイラストを国内外問わずたくさんの人に興味を持っていただきたいと考えています。それでは石田さん、最後にご覧になっている皆さんにメッセージをお願いします。真島先生とのタッグでマーベラスの新境地を切り開けるようスタッフ一同制作しています。どんなゲームになるのか想像を膨らませてください。はい、石田さんありがとうございます。続いてはマーベラスの完全新作 RPG プロジェクトライフイズ RPG です。一徹さん、お願いします。皆さんこんにちは、プロジェクトライフイズ RPG ディレクターの鈴木一徹です。よろしくお願いします。このプロジェクトの魅力を一言で表すとしたらこちらです。プロジェクトライフイズ RPG の文字通り人生がキーワードです。完全新作ということは今までにない全くのオリジナルタイトルということですね。そうなんです。プロジェクトライフイズ RPG はマーベラス特有の色を持ちながらも今までのマーベラスにないものを作る、そういった挑戦的なプロジェクトです。ライフという言葉にはどんな思いが込められてますか。これまで日本では数多くの名作 RPG が生み出され、私たちは様々な冒険と感動を味わってきましたよね。振り返ってみると RPG は人生そのものと言っていいほどの影響を与えられてきたように思います。確かに僕たちはこれまでの人生でいろんな RPG を経験してきましたよね。そうなんですよ。そんな名作 RPG にたくさんのリスペクトを込めながら自分たちなりの完全新作 RPG を生み出していくのがこのプロジェクトです。まさに Life is RPG、 人生は RPG だということですね。私もたくさん RPG をプレイしてきたので楽しみです。こうしたコンセプトアートを見ているだけでもワクワクしてきますね。世界地図を眺めながら次の行き先を考える時のワクワク感、手に入れた船で大海原に漕ぎ出す時のドキドキ感、そういった感情を体験できる RPG の原点を大切にしたゲームを目指しています。では最後にご覧の皆さんにメッセージをお願いします。はい、 RPG を愛する全ての人に喜んでいただけるゲームを作っていきますので、プロジェクトライフイズ RPG にどうぞご期待ください。はい、一徹さんありがとうございました。牧場物語シリーズは1996年に発売された牧場物語から始まったほのぼの生活ゲームです。
現在までに30作以上のタイトルが展開されてきた牧場物語シリーズは、日本にとどまらず欧米やアジアなど世界中で愛されています。プレイヤーは自分だけの牧場を経営し、作物や動物を育てたり、村の人々と交流したり、恋愛や結婚をしたりと、自由な牧場ライフを楽しむことができます。また季節や時間の変化に合わせて牧場の風景が変わったり、特別なイベントも発生。時間をかけてイベントや特別な条件をクリアして遊べるなど、やり込み要素も満載です。自然や動物や人と触れ合い、癒されながら自分だけの牧場を作り上げる喜びを味わいましょう。はい、皆さんこんにちは。牧場物語シリーズマネージャーの中野光です。今回ご紹介する牧場物語の魅力を一言で表すとしたらこちらです。キーワードは体験です。それではこちらの映像からご覧ください。いやー、もうこの映像を見るだけでワクワクが止まりませんよね、佐藤さん。牧場物語シリーズが最初に生まれたのは1996年。ファンの皆さんに愛していただいて27年間続けてこられた作品ですね。はい、今作はその最新作となります。ほのぼの生活を楽しみながら動物のお世話をし、作物を育て、そして作ったものを誰かに届ける、その喜びを感じていただける作品にすべく開発中です。あの牧場物語の世界でまた新しい体験ができるんですね。そうです。今作は牧場物語が大切にしてきた部分はそのままに、よりどなたでも楽しめる、年齢性別を問わない楽しい牧場体験を目指しています。今までと大きく変わったところはどこですか、中野さん。はい、特に牧場や自然表現に力を入れています。また今まで以上に遊んでよかった、いい体験をしたと感じていただけるものを目指しています。楽しみです。そしてもう1タイトルご紹介したいと思います。こちらはみんなで遊べる牧場物語がテーマです。以前からユーザーの皆様にみんなで遊べる牧場物語がやってみたいという要望をいただいていました。確かに、これまでの牧場物語といえば黙々と自分の牧場生活を追求するイメージがありますよね。このみんなで遊ぶというコンセプトは今までのシリーズにはなかった、私たちにとって冒険的な企画になっています。マーベラスの新しい挑戦を皆さんに体験していただきたいですよね。では中野さん、最後にメッセージをお願いします。はい、最新の牧場物語体験を目指した新作、そしてみんなで遊ぶ新体験、異なる2つの体験を楽しむ牧場物語はこれからも制作を続けていきます。ご期待ください。はい、中野さんありがとうございました。ルーンファクトリーシリーズは2006年に牧場物語のスピンオフとして生まれた作品です。
農業や牧場の要素に加え、ダンジョンの探索、モンスターとの戦闘、魔法などの RPG 要素が追加され、現在までに全9タイトルがリリースされています。農業や釣りを楽しんだり、さまざまな料理やアイテムをクラフトしたり、モンスターや仲間と冒険したり、町の住人と恋愛して結婚したりと、ファンタジーの世界で自由なスローライフを楽しめるシリーズです。続いてはファンタジー生活ゲームルーンファクトリーシリーズの新作情報を2本お届けします。じゃあ前川さん、お願いします。はい、皆さんこんにちは。ルーンファクトリーシリーズディレクターの前川志郎です。今回ご紹介するルーンファクトリーの2本の新作を一言で表すならこちらです。東西ルーンファクトリーの話ですよね。これって一体どういうこと？気になります？気になりますよね。はい、ではまずはこちらの映像をご覧ください。まず一つ目にお話しするのが東西の東の部分、龍の国ルーンファクトリーです。今作はルーンファクトリーのスピンオフに位置付けされる作品となります。今までとはデザインを一新して和風の東の国が舞台となっています。いやー、驚きました。これ本当にルーンファクトリーって思っちゃいましたよ。前川さん、なぜこれを？はい、ルーンファクトリーを遊んでくれていた人だったらわかると思うんですが、これまで作品の中でも何度か東の国っていうワードは出てきてたんですよね。確かに私も東の国ってどんなところなのかすごく気になってました。はい、でも今まで作中ではその国に行くってことはなくてですね、そんな国があるんだよといったちょっとふわっとした感じになってました。今回ついにその東の国がゲームの舞台として登場します。ということはついにファン待望の東の国の秘密が明かされるんですね。はい、これまでも東の国出身のキャラは登場していたんですが、その文化に触れるってことはありませんでした。今作ではキャラクターや背景なども和風に仕上げた新たな舞台で冒険が繰り広げられます。グラフィックもさらに向上してるみたいですね。いや、そう言っていただけると嬉しいですね。キャラクターのビジュアルもかなり変わってスタイリッシュになっています。これまでの可愛らしい感じからよりクールに進化しているんですね。はい、そうなんです。またナンバリングとは違った体験をお届けしたいと考えてまして、おなじみの日常、冒険、恋愛要素もさらに進化して登場する予定です。前川さん、今回のタイトルは龍の国ですけど、やっぱり龍が関係してくるんですよね。それはどうでしょう。あ、でも主人公はアースマイトなので
きっと何かしら竜にまつわる物語にはなると思います。アースマイトと竜は惹かれ合う運命ですからね。謎、今までと全てがガラッと変わってしまうってことじゃないと。はい、まあいろいろ新しいことにもチャレンジしてるんですが、いつもの恋愛要素などももちろんありますので、多くの方に楽しんでいただけると思います。うん、あ、いつものって言えば、ルーンファクトリーの主人公って毎回必ず記憶をなくしている状態から始まりますよね。あ、やっぱり今回も記憶喪失なんですか？それも、どうでしょうか。私の口からは言えないんですけど、あるかもしれないですね。はい、ぜひ遊んで答えを確かめてみてください。はい、楽しみにしてます。そして2つ目にご紹介したいタイトルがこちらです。こちらはこれまでのルーンファクトリーシリーズの正当な続編になります。西の大陸アドネアを舞台に冒険が繰り広げられる内容となります。なるほど、先ほどが東でこちらが西、合わせて東西というわけですね。ロゴを見る限り先ほどの東の国とは対照的な雰囲気ですね。こちらもすごく楽しみです。それでは最後に皆さんにメッセージをお願いします。はい、東の竜の国、西のルーンファクトリー6、東西2つの舞台でリリースを予定しています。ルーンファクトリーシリーズはこれからも制作を続けていきます。ぜひご期待ください。はい、前川さんありがとうございました。皆さんいかがでしたでしょうか。どのプロジェクトもユーザーの皆さんに楽しんで満足していただける商品となれるよう、制作スタッフが日々頑張っています。佐藤さん、制作陣の熱い思い聞けて本当に良かった。マーベラス期待できますね。じゃあ最後にメッセージお願いします。天の声さん、今日はありがとうございました。マーベラスでは今、本日ご紹介できなかった商品も含め多くのプロジェクトが動いています。開発スタッフの増強を図り、内製開発中心の制作体制へとシフトさせながら、今後もアグレッシブに新作タイトルを送り出していきます。ユーザーの皆さんの期待に応えられるよう社員一丸頑張っていますので、応援していただけたら嬉しく思います。本日はご視聴いただきありがとうございました。それでは最後にこちらの映像をご覧ください。